カリフォルニア州の GDP を世界の国と比較した図、スペインやイタリアと同じランクにある。カリフォルニア州の経済は世界の国と比較しても第5位に相当する大きな規模である。2017年時点での州内総生産額 GDP は 約2兆7460億ドルであり、アメリカ合衆国の GDP の13%に相当する。GDP の成長率は2006年に3.1%、2007年に1.8%、2008年には0.4%と鈍化した。2010年時点のフォーチュン500ランキングには、カリフォルニア州の会社が57社入っており、アメリカ合衆国の中では、 テキサス州と同数でトップである。国の縮図としてのカリフォルニア州は国内を呼び、国外からの移民の波を経験してきた。20世紀前半に進んだ、高校進学率の増加とその後の大量カレッジ教育の動きでも、指導的存在だった。州内には、農業、天然資源、第二次世界大戦時の軍需産業、さらには、 映画やコンピュータのような知能労働など多様な経済基盤を持つ幸運に恵まれてきた。しかし、カリフォルニア州はある見方では得意でもある。開拓時代の初期開拓者は財産権、すなわち金と水に関して不確実性に遭遇した。カリフォルニアにおける金の探求が1840年代後期に始まったカリフォルニアゴールドラッシュにつながった。 カリフォルニア州の GDP に占める各産業分野の構成比2008年2002年アメリカ合衆国政府は今日の経済をより適切に反映させるために北アメリカ産業分類システムを流用したカリフォルニア州は歴史的に国際貿易と観光からかなりの収入を得てきたしかしアメリカ合衆国の製品輸出額に占める カリフォルニア州の構成費は2000年の15.4%から2008年の11.1%と着実に縮小している。2007年におけるカリフォルニア州の製品輸出口は1340億ドルであり、そのうち480億ドルはコンピュータと電子機器であり、その次にはウニ非電気機械、農業、科学と続いている。 カリフォルニア州の貿易と輸出は100万人以上の州民に高級の得られる食を提供している。アメリカ合衆国商務省経済分析局によれば2005年に外国籍企業がカリフォルニア州の労働者54万2600人を雇用しており50州の中でも最大である。2005年でカリフォルニア州における 海外投資の主要国は日本、イギリス、スイス、フランス及びドイツである。この海外投資は州内市企業雇用者総数の4.2%に相当した。カリフォルニア州を訪れた観光客が消費した額は2008年に967億ドルに達し、前年より0.8%増加した。ロサンゼルス軍が州内でも最大の観光収入を得ていた。 果実、野菜、落製品及びワインの生産を含む農業はカリフォルニア州の主要産業である。カリフォルニア州は世界の中でも食料と農産物では第5位の供給者である。農業生産高はカリフォルニア州の GDP1 兆8000億ドルに対して2%を超えているだけである。痛みやすい果物や野菜のによって2007年には 約6億8500万ドルを売り上げた。カリフォルニア州の農産物の空輸額は、他の23州があらゆる輸送手段で運んだ額を超えていた。カリフォルニア州食料農業省によれば、カリフォルニア州の農業は366億ドルに近い産業であり、さらに関連する経済活動で1000億ドルを生み出している。 州の農業売上高は2004年に初めて300億ドルを突破し他州の農業生産高の2倍以上になった。カリフォルニア州は落農業でもトップの州である。牛乳が中でも生産量1位である。カリフォルニア州の落農業は2004年の経済活動で470億ドルを生み出し40万人以上を雇用していた。石油掘削が 州の経済発展に大きな役割を果たしてきた。ベーカーズフィールド、ロングビーチ、ロサンゼルスの各地域とカリフォルニア海岸沖で大きなストライキを経験してきた。カリフォルニア州の経済区域カリフォルニア州の一人、あたり収入は2006年時点で38。956ドルであり、全米では第11位であるが、その内容は、 地理的区域や職業によって大きな幅がある。アメリカ合衆国の中でも最も裕福な地域を含む海岸都市として南カリフォルニアのサンディエゴ郡アホやロサンゼルス郡ビバリーヒルズ市、オレンジ郡ニューポートビーチ市、北カリフォルニアのサンフランシスコ市とマリン郡がある。アメリカ合衆国で最も高額で大きな住宅市場はカリフォルニア州の中にあり、 平均住宅価格が100万ドルから200万ドルあたりとなる多くの町が存在する。外してきたカリフォルニアのセントラルバレーや南カリフォルニアのインランドエンパイアは住宅価格が低い方であるが、これらの地域でも国内の他地域に比べればかなり高く、平均住宅価格が100万ドルあたりとなる町も存在するほどである。農業が中心の群部には州内でも、 最も貧窮度が高い地域がある。北カリフォルニアのハイテク産業地域、特にシリコンバレー、サンタクララ郡及びサンマテオ郡では、北、カリフォルニアだけで25万人が失業したインターネットバブルに橋を発する経済不況から立ち直りつつある。2005年春の時点で、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、アンダーソン経営大学院のデータでは、 カリフォルニア州の経済成長は回復してきたが、依然として、国内の予測値3.9%よりはわずかに低い水準にある。2006年のカリフォルニア州全体での課税率は、個人収入100ドルあたり10.66ドルとなっており、国内平均の10.43ドルより、わずかに高い。2008年の GDP 比では、 カリフォルニア州の課税率は50州の中で6番目に高く過去20年間で連邦政府に納めた税金が引き換えに連邦政府から受けた投資額よりも36億5000万ドル上回る状態になっている2018年に発表された全米の世帯別収入調査の結果では家計のやりくりに苦労している世帯の比率は 平均43%と効率であったが、州別では、カリフォルニア州は49%に達し、ニューメキシコ州やハワイ州と並んで全米ワーストを記録した。世界的な住宅景気は特に、カリフォルニア州で大きく、州内不動産価格の中央値は2005年4月で50万ドル近辺まで上昇した。オレンジ軍。 ベンチュラ群及びサンフランシスコ米エリアではその値が最高になり、それぞれ65万ドルに近づいた。最も安い地域はセントラルバレーであり、不動産価格の中央値は29万ドルだった。カリフォルニア州の様々な不動産市場は2000年代、初めに急上昇し、2007年と2008年に住宅バブルがはじけて減退した。 2007年からの金融制度における信用収縮により、州内で数多い住宅が抵当権を行使され、住宅価格は急速に下落している。ありがとうございます。